ていただきたいと思うんですけども、続きましてですね、ホムンクルスの皆さん、はいね、ヨーロッパのさまざまな民族楽器を使用した中世ルネサンス期の音楽ということで、日本にはね、大丈夫ですか？日本にはね、数少ない貴重な楽器がね、たくさん登場するんで、そこも注目していただきたいと思います。はい、では準備がもうできたということで、はい、早速お願いします。はい、はい、ホムンクルスの皆さんです。お願いします。皆さんこんにちは。楽しんでますか？皆さんご存知ビアン、じゃあこれからですね、ヨーロッパの皆さんが飲んでるビールの原産地じゃないですけど、そこの音楽、本当だよね。皆さんの、そういうところでビアフェスやっぱりやってますけど、そういうところで流れる音楽を演奏したいと思います。16世紀頃のダンスミュージック、ブルゴーニュのブランドという曲を演奏いたしました。ブルゴーニュはですね、フランスの真ん中あたりというか、でこれからですね、せっかくベルギーのビールのお祭りですので、非常に珍しいベルギーの民族音楽を演奏したいと思います。曲はですね、
ナルメンダンス、ベルギー語といいます、そっちの方で愚か者ダンス。皆さん愚か者になるまでお酒しっかり飲んでくださいね。いいですね。ウゾンテウゾンテビアン学校頑張れ。ありがとう。バックパイプ、スコットランドで非常に有名ですけども、ヨーロッパにもバックパイプはあります。これからやるのはですね、同じくベルギーの民族音楽、ちょっと見慣れない楽器が出てきましたけども、これもヨーロッパでは非常によく使われる、楽器、英語ではハーディガーディと言いますけども、フランス語とかではヴィエルアールっていう楽器です。これはバイオリンの仲間なんですね。実はそう見えないかもしれませんけども、でこれから、マコロットという曲を、ベルギーの曲を演奏したいと思います。よろしく。
はい、どうもありがとうございます、いやービール、ボアゾンだっけ、飲んだボアゾン、ボアゾンって、はい、ですね、これからちょっとですね、ちょっと時代がさらにちょっと古くなります。今から1000年ぐらい前のヨーロッパで演奏されてた曲を演奏いたします。ちょっと待って。
続きましてはですね、これまた古いヨーロッパの、曲、オリエンタスパルティパス、東方からやってきたという、東方から、縁起のいい、ロバさんがお宝を積んでやってきたという喜びのお祝いの歌です。ですね、イギリスにちょっと飛びまして、イギリスの王様ヘンリー8世が作った宴会の歌、パスタイムグッカンパニーという曲です。皆さんにこの状況ですね、お酒飲んで素敵な仲間と一緒に楽しましょうという曲です。
とですね、これからさらに古い曲、ですね、これは日本でいうところの平安時代の曲を演奏いたします。まさに時代はこれ平家物語の時の音楽です。それでは最後の曲になります、最後は景気のゆい馬のブランルという曲を演奏します。
はい、どうもありがとう。